始まったいやどうも、今これ何見てんだろう。何見てます。え、何も書いてない、ゼロ、嘘でしょまさかのゼロ。パピコ買ってきてくれたけど、これ今何人見てんすか。やってまいりました。2人 200? コメントください。コメントください。いや、これどれ、いや、パチパチパチでもないとさすがにね。見てる？見てない？あったあったあった。どれ？あ、いっぱいいるじゃん。天音さん、天音は来るかな。そのうちパピコ、そう、カズト君がパピコを買ってきてくれて、俺まだ朝トイレ行ってないから絶対お腹壊すでしょって。あ、1時間の間に。マジで、いや、今日は暑すぎる。マジで風強いですけど ね。名前、そうだ、自己紹介。あ、すっかり自己紹介始めようか。自己紹介、スキャンダル、ビーナスグループスキャンダル官房長やらせてもらってます、北条圭です。よいしょ。2人だとあんまよいしょないね。ゲイじゃない。ゲイじゃないわ。どっちに向かってゲイ言うとんねん俺がついてる方逆に。で、いいっすか、スキャンダルの、ゴリリンことカズトです。よっよっ。やっと自分たちの番組もらえた。ジュージさん呼んで。呼ぶよ、全然呼んじゃうよ。今日は、今日はね、スタートってことで2人だけ、とりあえず2人だけ、とりあえずフリートークで、うん、まあ、これから企画、うん、何やってほしいかなっていうのをね、リスナーさんに聞こうかなっていう。まずお腹壊してきたんだけど、どうしよう。いや、もうすごいんだけど、あの、俺らはもう基本的にフリートークでやろうかなと思ったら、うん、ついに企画、企画満載ってめっちゃ書かれてる。うん、ね、すごいめっちゃ書かれてる。企画しなきゃいけない。フリートークっていう風に俺タイムラインにも上げたんだけど企画満載の新番組、うんうん、次からじゃあちょっと考えます。ちょっと考えます。次から企画を考えようね、じゃあね。ひたすらエロ道具。そんなエロ道具で女性歌手グループ違うわ。今30それ4人組でしょ。36度も外あんだ。そう、ほんと、ケイ君かっこいい、ありがとう。これアマネハン呼んでる、ね、これはあれですかね、もうあの僕らのグループによく書き込んでくれる方でしょうか。ねえねえ、これにアマネハン呼んでよ。深夜寝てるから見れない。そう、新感覚バラエティ、ね、どこの番組でも新感覚バラエティ、ビーナスグループフォートがビーナスグループスキャンとアンソで合同でやって、うんうん、アマネマキのちょっとええ感じが、うん、アンソになって、うん、で、これがスキャンの番組になるっていう、そういう流れです。3番組すげえ、確かに、ね、昨日の夜中のね、アマネのアマネマキのちょっとええ感じに立たせてもらった時もね、うん、僕もそう、天音さんもなんでうちだけ3番組持ってんだろうって言ってたからね。おいおい、ゴリリンだけに会いたいで。おい、どいつだどいつだそれ。ゴリリンだけに会いたい。すぐだ、すごいすごい。壁切りの真ん中にいる。壁切りの真ん中ちょっと書いて、俺にだけ会いたいやつも。いやいや、それだけ上がるよ。そんでね、うん、2回も書いてくれてありがとうございます。4時、俺27分ぐらいに来たんだけど、なぜか刀と、うん、おい、剣玉の弾が映ってない。あ、青は映んないんだ、青は。一瞬で、これ、あ、すごい、やばい。今俺乳首に、おーい、やばい、モザイクかかってるぜ。モザイクかかってる。知ってます？皆さん、あのね、最近ね、けん玉ブームなんですよ、世界中で。モザイクの向こう側は。やめなさい。どこ触るって。どこ触るって、それ。モザイクの向こう側ってあんじゃない。完全にバグってきたね。クソ、普通になったら折れるな。どっちの話？どっちクソ。僕今日無事 T っすよ、無事 T。 なんかね、これね、お、私は K に会いたいよ。 K 君会いたい。俺も会いたい。誰がグリリンの誰がグリリンのことか。ゴリリンのことかでしょ。ゴリリンの天才かっこいいよね。ありがとうよね。何があれ、釣り修正です。お酒にね、スキャンダルって書いてあるんだけど、あれあんま見えないね。社長来ないの？多分そのうち社長来ると思う。うん、ゴリリンってカズトって言うんだ。初めて知ったみたいよ。おいおい、ホソホソ調べろや。K もう少し痩せなさい。分かっとるわ言われんでも分かっとるわ。ほら、ゲイ言われてるよ、ゲイ。ほら、え、客の男で危険だった経験。え、ゲイってどっち？ね、ゲイってどっち？俺かカズト君か。いや、俺もね、なんかホスラブかなんかでね、2人でゲイだって。2人でゲイだって。いや、おいこら、おかしいだろ。
工場ゲイ。ほらやっぱいじるでしょ、やっぱり、ね、濁点つけるでしょ、濁点つけるでしょ。逆にカストくんなんて濁点だとしたらカストだ、カストだからね。意外とゲイだろ、たまたま揃っちゃったんだ店で。うん、いや俺なんて北条系略したら方形ですって言うから方形で叩かれるならわかんだよねえ、うん、なのにケイさん何歳ケ漢字のケ新しいね、うん、新しいねケイさん、うん、毛ですか俺結構毛は薄い方なんだけど。ケイさん何歳、うん、北条の方です。男に襲われそうになった経験。北条俺の方か。男に襲われそうになった経験ね、高校の時あったね。うんうん、高校の時なんかひたすら追っかけられたことが1回だけあってマジで怖かった。俺も高田の馬場で1回ある。馬場で、馬場で大久保じゃない、カルディで働いて、まね、まあ、昔のお店で働いてて馬場に住んでて、こうチャリで帰ったら変ななんかこうと何ひげ生やしたちょっとぽっちゃり系の とんがり頭みたいなおっさんに道聞きたいんですけど、夜中の3時ですよ。なるほど、うん、ってことはもう聞いちゃいましょう、どっちの方がゲイに見えるかって。あの、それやるの、それやるの、あまれ反応、ちょっといい感じ、ちょっといい感じパクって、ちょっとアンケート、どっちがゲイか。こっち出ないですか、ごめん出てないですね、こっちのでっかい方は。ホストに DV する人が多いのはなぜ。あー、そうだね、なんだろうね、うん、そう、センセーショナルな空間を求めてるからだと思うよ。大衆ですね。大衆ですね、それ、うん、これゲイやんけ。おぉ、カットゲイだと思ったことはないんだよね。だろ、うん、どっちかというと男らしいんですよ、僕は、うん、あ、女の子と寝るときはちょっと甘えたよ。聞いてます今。全然、ええは、はって言われてる、はって言われてる、けもう俺毛じゃんもん。ねえ、そんな決まってんじゃん、決まってんじゃん。黒い人は名倉じゃないです、ゴリラです。ゴリラは DV しないでしょう、優しそう。ハーフです。まあ、どっちかと言ったらクォーターっすね。フィリピンとスペインと日本。まあ、でもそんなに混ざってんの。でもフィリピンの血が強すぎる。なんでちょっとゴリラっぽいか、名倉とかよくタイとかインドっぽいって言われるね。外国語喋れるの。チョンゴア、チョンビキ、チョクベルキャビキッダーマニョこれよくやってんね。タガログ語、フィリピン語でタガログ語って言って、あなたっていうのをイカウっていう。イカウ、これから店だよ、私はアコゴーリリン、どうも。タガログ機材、嘘。はい、何いいよいいよ、あのね、59点ってことは残りは半分近いじゃん。なんか俺ゲイに見える、そんなに断トツで 80% かなとか思ってたんだけど59なんだ。いや逆に俺がちょっと59ぐらいで勝ってた方がどっちかって面白かったよ。いやいや、もうこのどうする、今こそ YouTube じゃん、ゲイチューブにする。ゲイチューブ、ごめんなさいね。それ無理、それ無理、うん、いやいやいや、意外男だけど今夜どうですか。そうだね、飲み行くぐらいならいいですよ。僕みんなでワイワイしたいんで。もう誘われてるよ、確かに早い。確かに早い。逆にいくら使ったら中ぐらいまでできる。いや、いくら使うとかじゃないでしょ、もう男女関係なくステーションじゃない、もう中身だよね。中身だね、ハートだよね。ここの問題。うん、あの、これもう言っちゃったもんだからもう取り返しつかなくなってんだけど。どうしよう。うん、意外と人気あるの。いやもう二人って意外と人気あるの。いや全然僕は本当に、僕そんな人気あるのかよくわかりません。ただまあ見ててください、あのコメント見てください。だいたいゴリリン言われてるからね、もう覚えられてるって感じでしょ。何てか二人が正解になればちゃんと喋るな。そうそうそうなの。俺誰かが喋ってると喋りづらいんだけど、自分が喋れって言われたら全然喋れるからね俺。なんか誰かが喋ってる時にこう横を刺してね喋るのがすごい苦手なだけで、根本的に言ったら芸人に例えたらガヤ。あ、俺はガヤとか、ひな壇芸人の一番上みたい。俺どっちかってガヤが苦手だからな。絶対今ガヤ芸人言ったらそのゲイのところカタカナにする人絶対現れるでしょ。絶対現れる。ガヤ芸人、うん、ガヤ芸人ね。絶対に言う、絶対言う。ほらほら出るけど、ほらほら、ほらほら、
もうガヤ芸人じゃん、サイヤ人みたいな。遠くから見たらサイヤ人じゃん。あれがサイヤ人、サイヤ芸人。ちょっと嬉しいんだけど結局大猿だからゴリラやん。また結局ゴリラ。ゴリラはガヤ芸人なの、メイン MC に昇格してる。ありがとうございます。ありがとうございます。これであとギャラ入ってくれればもう全然ギャラね、うん、うん、こっちですよ。今度またギャラ芸人ってなる。ギャラ芸人言われた。多分俺と同じタイミングで思った人がいる、ね、思った人がいるんだね。まだ乾杯してないや。いや、あ、そうですね。いただきます。いただきます。YouTube なのに全く酔ってないっていうね。そう、これね、結構半分ぐらい飲んでるんですよ。あ、入ってるんですよ。飲んでるんですよ。早いです。あ、ありがとう。誰、そんなもう好き言うならもうちょっと LINE 送って。あれ、オープニング行った？あ、俺も思った今。てか、オープニング長っ。10分間ずっと喋った、気づいたら。あ、ほんとだ、10分あんだ。結構雑でしょ。 K はゴリリンをどう思ってますか。うん、店には絶対欲しいヘルプ。リアルだ、リアルだ。あれ、いや、マジで本当にすごい助かる、カズト君がいると。うん、ないんで。あ、ない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 。俺、嫌われたこと本当にないんですよ。人生で NG って1回しかなかった。NG が1回。え、どういう時 NG だったんだっけ。え、何したんだよ、全然記憶ないんだけど、多分酔っ払って変なことしたんじゃない。おー、でも関係なしに毎回毎回あの挨拶してて、もう全然挨拶返ってこないんだけど、挨拶しまくってたら気づいたら場内になってた。あ、一回嫌われて好かれるとすっげー強いよね。すごい、もう何やっても嫌われなくなるよね。で、気に入られすぎて5時間ヘルプしたことあります。一日やその日お茶引きました言うとるやん。ガチだから、ガチだよ。5時間ヘルプってなかなかできないでしょ。できない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 。トイレ行くのも一緒に行くんだよ。すごい、もうツレション仲良すぎでしょ。でも俺のお客さんでも何でもないからね。ゴリリンはニコ生でも好感度高いです。ありがとうございます。マスクだ、俺マスク外すの忘れてた。風邪ひいたんかなと思う。外にいるときはマスクするんですよ。神ヘルプ。そうです。これ多分俺のこと知ってる人は神なんとかって絶対来るよね。いや、まあまあまあ、うん、言わないでおこう。何、ゴリリンチェンジ。ねえ、早いよ。NG 出すな。コメント中に NG 出すな。オープニング流れました。流れた？流れた？けーって米しっかり拾かんだ。しっかり拾って。そろそろオープニング行く？オープニングあるんすか？行きます？そのまま行っちゃいます？じゃあタイトルコールやる？いいよ。けいちゃんがもう前さ一番初めの。何？うん。いっちゃおう。どうぞ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。そう、若干ね、オープニングの最中にね、神枕って出たね、やっとね。やっぱ俺の CM 動画を、くしゃみでそう。CM 動画を見てくれてる人がいる、うん、お、この2人米拾いながらトークするの上手だ、ありがとう。ありがとうございます。そう、俺たまにツイキャスやってるからかもしんない。ケイカンボさん、ツイキャスやってるんで皆さんぜひ見てください。そう、3日坊主で3日でやめたけど、はいはいとか言っちゃった。はい、そう、ツイキャスの方でも北条ケイって調べたら出てくるからね、俺、あの、本当にね、飽き性。そう、飽き性、何やってもね、3日ぐらいで飽きちゃうんだよね。ダイエットに関しては1日で飽きます。うん、もはやもういきなりフィニッシュ、うん、酔っ払ったらもうダメ、酔っ払ったらラーメンいっちゃう。なんかハマったことある？ハマったことある？ハマってることじゃなくてハマったことある？ハマったこと？ボーリング。ボーリング。あのね、僕地元埼玉なんですけど、そう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 。ハマってたの。ハマってたね。マイボール持ってるんですよ。3つも。え、3つも ?3 つも。マジか。そう。俺2つ持ってるよ。意外だね。マイボール。マイボール2つ持ってる。金玉の話やないかい。基本的に今の拾ってあげたいんですけど。いや、気づいた方いっぱいいると思うけど、そう、確かにそっちかい、ほら、突っ込んでくれた。優しい。待って、なんか溜まったものある？え、どういうこと？溜まった？毎日溜まってます。なんかあれね、コメントさ、全部ひらがなだと、いろんな
想像しちゃうよね。そう、溜まってるもんあるから、溜まってるわーしか言えないわ、ほんとに。貯金とかいろいろあるよね。ねえ。ねえ。そうでしょ、そんな期待でしょ。性癖ないの、ゴリリンの道具一つもらえるとしたら何欲しい？ケイが今まで…あ、コナン君、ゴリリンのって。コナン君の道具、いや、麻酔銃でしょ。いや、俺あのね、変性器、いや、あのキック力が高くなる、靴。ああ。いや、だってあのスノボー、スノボー、スケボー、スケボー、そう、うん、スケボーは怖すぎるやん。怖いし、あと、なおかつあれ、あれでしょ、太陽 のソーラーシステムで充電してるでしょ、あれ。え、何ですか、俺だけこれ知ってるの。もう俺も知らなかった。おい、ゴリリンは夜は過ごそうで言うじゃないですか。結構すごいんです。結構腰振ってます。麻酔、うん、エロいことに使おうとしてるでしょって言われてる。じゃあドラえもんは間違いなく俺ドラえもんだったらね、うん、あ、どこでもドアだわ。俺は初見さん来た。いらっしゃいませ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 。いや、ドラえもんだったら間違いなくどこでもドアじゃない。まあ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 、ハワイ旅行だって行けるし、うんうん、やばいっしょ。まあね、うん、でもあの編成機だったら多分ね、振り込め詐欺に使いたい。振り込め詐欺、うん、あ、でも4次元ポケットもいいかもしれない。今コナンとドラえもんごっちゃになってるから、ね、日テレとテレビ朝日、ね、テレビ朝日、そうそう。ケイとゴリリンは夜最高何回やったことある？僕3回です。僕7回です。すごいな。すごいな。え、夜、いやでも10代の時ですよ。10代の時、7回には10代の時。いやでも夜は最高2回かもしれない。起きて1回の夜2回かな。おいおい、ゴリリンの息子にビッグライト当てたいって、なんか俺すげえちっちゃいみたいなイメージあるんですけど、普通です。俺ちっちゃいですよ。日本人の多分ね、本当に俺は半分あれ日本人じゃないけど、ここだけはね、首から下はほとんど日本人なんですよ。首から下は、そうそう、ここから上がゴリラとフィリピンじゃねえや、間違えた、フィリピン、ゴリラとフィリピン。ゴリラとフィリピン、なんかスペインの人をゴリラって言ったみたいなもんや、ね、そんなのよ。一応ヨーロッパ入ってんだからね、これでも全くヨーロッパも入ってんの。だからスペイン、ヨーロッパだから。へぇ、ね、あ、そっか、そう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 。ゴリリンのでっかいんだろうな。確かに、あ、日本の地ないね、顔見ただけじゃ。でも最近沖縄人によく間違えられてる。ああ。そうそう。一日何人の人と相手したことある？ですね、ホスト始める前に、付き合った女の子、まあ浮気っすね、1回あります。2回あるわ、今1回で嘘ついた、2回ある。1日で何人の人を相手したことある？いや、2人だね。2人だね。さすがに。いや、俺3人目行こうと、3人目はいいかな。3人目行こうとしたんだけど、うん、なんか無理だわってなった。何首から上は何人？今言ったばかりやん。すごいな、なんくるないさ。枕する意味は？なんかこれ普通に質問来たよ。枕する意味は、そうだね、これは神枕のことについて語った方がいいのかな。うん、そうだね、神枕に聞こう。そうだね、うん、僕、そんなんでもね、ホストってよく鬼枕ってあるじゃないですか。そうそう、鬼枕っていうのは誰とでもやればいいと思ってんすよ。そういうこと。神枕っていうのは本当にその一人の女性を愛し、その一人の女性を、すごいね。途中まで結構すごいこと言ってたよね。あ、Kのアイスウォーター、ワロタ、あ、今度流せます、アイスウォーター、動画携帯っす。うん、はい、今でもできるんすか？あれじゃあ、あれじゃあ、どうやったらできるんすか？ LINE で送ればいいです。 LINE で送れば、ね、1分半です。1分半。じゃあ多分、じゃあアイスウォーター見たいっすか？みんなラストらへんにやるか。俺のアイスウォーター。じゃあラスト20分前にする。20分前ぐらいにアイスウォーターでやって、感想聞いて、うん、なんかチャチャチャっとなんか終わっちゃう。雑。アイスウォーターはやった、うん、やりました。ただね、アイスウォーターの動画を自分で見たらね、ものすごくデブ感が半端ないっていうね。最後お腹プルンプルンしてるしね。ゴリリンの鼻の穴満開、いや満開って鼻みたいな言い方ですよ。鼻と鼻かけてる。トモエ枕って何なの？単純に言うとセフレですねこれ。これ1時間なの？俺もね、1時間っていうのをね知ってね、びっくりしたの。ほら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 、すごいでしょ。ほらほら、あ、今コメント拾ってやったけど。ほんとに？うん、平気で鼻くそほじってんなと思って。番組で鼻の中に手突っ込んでるの初めて見たよ。でもさ、同級生に1人や2人はさ、なんか鼻くそほじくって食ってるやついたっしょ。ね、俺それ食ってるやつは見たことないけど、非常食って名付けられたけどね。
机の下にこうやってくっつけるやつはいっぱい見た。それさ、うん、あれでしょ、掃除の時にこうやって上げたらめっちゃ変なのくっついてるみたいなやつでしょ。そう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 。ねえ、K の今までいないんだ、いないんだ、ごめんね、なんかいないのにいるでしょって言っちゃって。 K の今までで一番こいつは痛いって客の話、食ってた顔だよね、顔だけで判断すんね。そうね、だ、何が痛い、食えなくないよ。いや、拾っていい、これ K の今までで一番こいつは痛いって客の話。まあすぐ終わるんだけど、初回でついてて、うんうん、めっちゃみんな飲まされてて、めっちゃベロンベロンになってて、おいおい、これもう 2,3 年前ぐらいの話なんだけど、おいおい、そんでお前も飲めよーとか、俺やだよーつって、うん、だったらお前も飲めやーみたいなことをいつもみたいにやってたら、うん、え、ホストなんて所詮おもちゃでしょ、いいじゃん、金使ってんだからいいやん、遊ばせろよみたいな、けん玉みたいな、あれはちょっと精神的に来たな意外に、うん、意外になんだ、おもちゃ、いや別にロックね、飲まされるのは全然いいのよ、まあね、そう、全然飲めるし俺、うん、でもね、おもちゃって言われたことがね、ものすごく嫌だったな、はいはい、人として扱われてないんだな、はい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 、さすがにね、多少のなんかそういうなんかあるじゃんね、マナーじゃないけど、うん、そう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 、人としては見られたいなっていうね、うん、間違いない、飽きまへんな、そう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 、うん、痛い痛い、まあ割り切るのは割り切るでもいいけど、まあ人として攻めてみてよって。逆にそれをやったことある人ないでしょ逆にそれをやったことある人これでさ、アンケートでもしさ、ホストはおもちゃだと思うか思わないか 80% 思う、 80% 思う怖いわ俺、ね、今日初回つけないよ俺、やばいよ今日こう ビビってつかなくなっちゃうよね、うん、この人もおもちゃって思ってんのかなみたいな、おもちゃですよ、まあでも夜のおもちゃとしてはおもちゃかもしれないけどね。何色がいい、俺ピンク、何の話何色ノリで言ってみて、ああ、普通の人は飲むと赤がゴリフに何色になるのか言っていいですか、真っ黒っす、真っ黒になる、赤黒くなるんですね、あんまり変わんないっすよ正直言ったら、だからうちの店って暗いんですよ、ああ暗い、電気がそんな明るくないんで、だから僕があの今夏でしょ、日焼けするじゃないですか、店行くでしょ、店暗いでしょ、歯しか見えないと、目と歯、何この感じねえ、ワローセールスマンで突っ込んでくる、デンマゴリリン、真っ黒ですよねえ、デンマゴリリン、何デンマゴリリンって新しい、うん、どんな動きするの、で俺の感じこんな感じ、こんな感じの動く、それともこんな感じ、俺なんてピンクケイターだからねなんか車の名前みたいな、面白いピンクケイター、後でけん玉差し上げます、逆に俺ピンクローターぐらいの威力しかないみたいそれは痛いんでしょうか、喧嘩してエノテープ頭からかけたんだけど、それは痛いなんでしょうか、喧嘩の内容によるね、友達の、あ、友達が酔って担当さんとね、あ、自分じゃないんだ、ごめん、ゴリリン夜はかくれんぼ強そうって、うん、多分リアル鬼ごっこ夜バージョンだったら絶対捕まんないと、指何本まで入れたことある、4本、あ、俺も、うん、一回拳入れてみたいな思うんだけど、なんかさ、かわいそうかな、おもちゃ、ね、横4本って結構きついよね、なんか縦で一回入れたことある、なんかこうやって4本縦でみたいな、もう脳みたいな、こうやって4本滑ったわ、うん、こんな感じでいくね、いつもいやでも企画やろうよ、企画、どういう企画やってほしいとかあります、ちょっと見てる方でどういう風な企画やってみたいってね、したらね、もし採用された方、またけん玉差し上げますうちけん玉しかあげない店なんだけん玉しかけん玉しかけん玉しかあげない店なんだけどけん玉俺のだしね担当さんに絵の手かけたの、先ほどの方ですね、かけてたのね何、でもなんかプレゼントとかあげたいよね、うん、やっぱニコ生見て初回来てくれる人にはね、なかなかないじゃないですか、でもこれ見て誰でもバッて来て、私ニコ生見ましたみたいな感じだったらすげえプレゼント多くなっちゃうね、どうしようか、なんか分かりやすいのでね、なんか例えば LINE 直接、とりあえず俺まだあれやな、 K のダイエット企画しかない、 K 好感度上げていこうグリリのことか、ごめんね、俺好感度ないかな、うんてかこれ、ん？これで、これはちっちゃすぎるな。こんなちっちゃいチンコ見たことある人？
まあでもなんだろう、いるんじゃない、これぐらい、めっちゃ下ネタやんね、どうごめんね、でプレゼントなんだけど、じゃあとりあえず俺まだ店長とかにしていいか確認してないけど、俺勝手にしちゃっていいのかな、あれキーホルダーあります、あれ、うん、うちの店に、うん、スキャンダル あのマスコットキャラのスキャンダルちゃんっているんだけど、それのキーホルダーがあるんですよ、なんと、初回でくれて来てくれた、まだ店長に確認取ってないから、でも2名、うん、最初に言ってくれた2名様にはそれをプレゼントしたいと思います、ニコ生見たようで、ニコ生見たようで、うん、多分今日あたり来ればね余裕やで、うんうん、完全に俺で遊んでるんでしょね、けん玉の先でしょ、これ鼻に入れてって言ってるんでしょ、普通に入る、俺のだから、そうそう、俺のだから俺のだから、ケイちゃんのだからダメ、俺ね、ケイちゃんね意外とね綺麗好きだからね、ダメよ、そうだよ、意外に潔癖症だよ、でもカズト君も綺麗好きだよ、どっちかといったら綺麗好きなんですよね、うん、はい、今日行けないって暗い感じや、あら、うん、本当に、じゃあぜひゴリリンみたいでけん玉もらえますか、もういいよあげるよ、じゃあ、うん、あげる、ゴリリンみたいでけん玉あげるよ、もうこれいくらなの、そもそも1000円ぐらい、意外と高いね、けん玉、うん、ドンキで1000円、ドンキで1000円、なんならサイン付きでサイン付きでサイン付きでゴリって書いてあげる、うん、いいね、うん、サイン付きにしよう、うん、今、あ、何、今ある店の内勤につきまとわれてる担当いるのにどう思いますか、ん、どういうこと、同じお店、同じお店の内勤、内勤につきまとわられてんの、それ爆弾じゃね、お店どこにあるの、風林会館の近くなんで、風林会館に着いたらお店の電話に電話してくれると迎えに行きます、はい、電話してください、ニコ生見てよで、俺とゴリリンが迎えに行きます、はい、まさかのね誰かに行かせるとかじゃなくて、俺とゴリリンが行きます、俺らがそうそう、なんかすごいの出た、すごいなんか出た、なんかすごい、何これ、何こんな見たよ、788番、職人さん、けん玉持って行ったらサインください、サイン全然あげるよ、職人さん来たってどういうこと、これ職人さんって名前とかじゃないでしょ、この人すごい人すごいね、なんか職人さんや、すごいね弾幕出た、嬉しいな、こういうのあると、どんな感じで出てるの、いや、これは生、あー長い、横になってる時にこう横にさー流れる時に、はいはいはい、綺麗になってんじゃない、多分これ、あー迎え行きます、うん、けん玉のお店じゃないよ、間違えてない、けん玉のお店じゃない、迎えに行くのはゴリリンだけでいい、ゴリリン迎えに来て、すごいな人気、いやいや、すごいな、やっぱり全然ニコ生出てなかったからな、俺もうちょっと出とけばいいかいや俺もあんま出てない、うん、うん、全然出てない、5月が一番出たのかな、なんか3週連続ぐらい出たね、だって俺ヴィーナスグループ4とか最後出たのが、うん、多分あの幹部がみんな集まった時、はい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 、うん、かな、だから NG 出すな、もう一回ゴリリンチェンジけん玉教えるの、ケイ、けん玉教えるよ、伊藤氏、ありがとう、覚えが悪かったらちょっとイライラするけど、うん、ちなみにケイガンボーさんはけん玉めちゃくちゃうまいんだよ、なんか無駄にうまいよね、すごいうまい、俺びっくりした、そりゃそろそろ送っとこうかな、何を、あ、そうだね、まあ今送って、じゃあ15分から動画流しちゃう、15分ね、毛も黒くならないの、毛ちゃんどっちかって色白いね、色白だね、やべえ、担当さんから連絡来ない、え、消えた、なくなった、いや、ある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 、俺も持ってんだ、俺だけでいいの、迎え行くのは俺だけでいいの、毛ちゃんはいらん、お盆休みですか、うち、お盆休みいつ、お盆休み、うん、お盆休みは14、15、16、あ、そうだ、14、15、16、木、金、土、おう、うん、色恋と巴ってどっちが楽なの、色恋と巴ってどっちが楽なの、あのね、それを気にしないのが一番楽なの、そうなんですよそこ気にするから、なんかモヤモヤってしちゃうんじゃないかなと思う、色恋なんでしょ、なんとかなんでしょって言うけど、うん、もう俺もう完全なる素直営業だから、そうです、全く気にしないと超楽だよなんか携帯持ってなさそうな顔してんね、持ってるわ、今ありますもうすぐ目の前に、バキバキやけど、ね、裏すごいの、バキバキだし、ね、ほら、これ見て、これスーパーゼウス、すごいしょ、いい、ありがとう、スーパーゼウスすごいしょ、分かる人には分かる、もうすごいね、なんか何回か愛おしいって人
すごいゴリリン愛おしいがすごい来る。どこどこどこ、何回か来てる、もう今4回目ぐらいじゃない。ゴリリン愛おしいよ、来てる。ゴリリンって可愛いよね。なんかね、ごめんね、なんかね、俺人気ないな。違う違う違う、俺人気ないな。そんなことない、そんなことない、そんなことない。もう、頑張ってヘルプつこう。これね、スーパーゼウスをね、なんか僕別に集めてなかったんですけど、なんかね、初回に来たお客様に、あの充電器のほら、あるでしょ、なんか携帯、なんていうかな、充電器、充電器、あのほら、持ち運びできる充電器、あの丸いやつ、刺したらそれ、1個分充電できますとか。あー、はいはいはい、はい、あるでしょ、予備充電器、予備充、そう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 、あれを貸して、帰ってきたの、ありがとうございましたったら、なぜかスーパーゼウスと一緒に帰ってきた。これ、本当の話。送りました。これ、本当の話。すごいよね。何？ケイさん好きなタイプだよ。ありがとう。ケイは深夜しか寝てないからで、この時間のリスナーに知られてるのは確かにね。深夜に出ていつも爆笑しかしてないからね、これ。で、ましてや、あれでしょ、自分の番組でもないけど、ちょっと、ね、一歩下がってなんか喋る感じ、ね。そう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 。ね、今前に出ますね。これ、これ、これ。全然前に出ちゃうから。ほら。忍者みたい。でもさ、こんだけさ、なんか、カツオくん、カツオくんって俺いつも呼んでるじゃん。でもこんだけなんかみんなにゴリリン、ゴリリンって言って、ゴリリン、ゴリリンって拾うじゃん、俺、うん、いつか俺もさ、店でもゴリリンって呼ぶようになりそうなんだけど。怖いね、それね。完全になりそうなんだけど。日本に来てどれくらいですか？私、3年目です。チャレンジ回ってきました。自分はケイくんがいいのです、ありがとう。ケイは昼はそうそうなんだからね、この時間って聞いた瞬間ね、俺マジかー思たねんな。だからね、なんか夜がいいって言ってて、僕はもうどっちでも大丈夫なんですよ。朝早起き人間なんで。俺もう夜がいいって、営業終了後に酔っ払った状態で行きたいって言ったのは、このシラフの状態でね。そうです。でもシラフの状態だけど、俺この YouTube って上手くない？ YouTube ってヨーツペって言うじゃん。そうそう。で、YouTube っていうのを俺いきなり頭の中でパッって思いついたの。そう。めっちゃ良くない？このタイトル。うん。昼間のリスナーにも K を知ってもらおう。そうやな。いやもうだから毎週火曜日見てくれればもう知るでしょ。だってこれの前なんて確か、うん、カズトと愉快な仲間、あ、間違えた、ゴリリンと愉快な仲間たちと純ナンバーワン。あのね、影の影の丸々とかいろんな、なんかいろいろね、あのめちゃめちゃなんか考えてたね。 あとね、来週はね、とりあえず一回だけ立花茜官房長っていうのがいるんだけど、うちの店に、うん、あれが10分間だけ立花茜の恋の相談室っていうのをやりたいらしいから、うん、先に今いないから言うけど、うん、まあ全然いても言うんだけど、うん、10分はいらないでしょ。いやマジで10分やるっていうから、10分やるって言ったら俺はずっと黙ってる、うん、むしろこっから外れるからこれね。え、うん、あ、そう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 。あとタイトル何があったっけ。ね、なんだっけ、夕方の不祥事、不祥事、そうそう、うん、夕方が、あと、なんだっけ、なんだっけ、夜遊び前のなんとかとか、夜遊び前の、うん、なんだっけ、忘れちゃった。もうやっぱ3分でいいよね。あ、分かってらっしゃる。3分でいいか、うん、カップラーメンちょうどできるぐらいがちょうどいいっすよ。茜の3分クッキングの方が絶対面白いね。ここら辺か、ここにまな板置いて、うん、なんかやったら超面白いじゃん。逆にね、めっちゃテンプルプルするじゃん。もうこの後ろでいいよね。ここの後ろ隙間まであるからね、これ。ここでいいんじゃねえかな、ね、あ、ここで、ここで、ね、俺らが喋ってるだけの後ろで1時間かけて茜が何かを作るっていう、ね、うん、それを今日来てくれた初回の方に、指名の方にニコ生見てよでプレゼントっていう、プレゼント、ちゃんとお弁当箱が売ってないね。あとなんか塩とかオリーブオイルの高さ加減とか ね、それで突っ込んでも全然構いません。ねえ、元道や。やべ、茜の3分クッキングやりたい、めっちゃ。ねえ、ゴリリンとケイがいいだって。ありがとうございます。ありがとうございます。そういうのが、あ、タイミングで。タイミングで、じゃあもう1回。タイミングで CM どうぞ。His car Ken Kurosaki. It's difficult to describe him in words. He's like urban person, like travelers. The job is once reassuring, yet we can earn lifetimes worth some money in only 1 year. One drink for tomorrow. いっぱい飲んだ次の日って冴えないよね。せっかくの可愛い顔が台無しだよ。余分を内側から取らなきゃ。飲んでも綺麗を守る。飲むなら。
俺らもびっくりしたわよ。居酒屋なんだよ。もう遊び心満載やな居酒屋ね。俺なんかあれこのよく最近よく行く串カツ屋さんちょっと似てるね。あ、そうやね。串カツ屋さんでね、2人で飲んでね、すごい朝まで語ったよね。語る。そう。すごい語る。アベノミクスについてとかも。なんか政治なんなんかしなきゃ政治。なんかしなきゃ政治の話だったりして超面白かったわあれ。だってこんな格好してんのにあの内容もサラリーマンと変わらない。サラリーマンと変わらない。チューハイ、チューハイ。何がいい？チューハイ。居酒屋に合うわ。もうだから居酒屋店員とかよく言われるもん。あの赤ちょうちんとかの居酒屋好き。赤ちょうちんの居酒屋。ああね。なんかほんとカウンターみたいな。わかる？いいよね。めっちゃいい。熱かキュッてね。まあここら辺のそういうの入ってもなんかねって感じするから、ほんとに田舎のチェーン店じゃなくて個人店に行きたいよね。そうそうそう。たまにはね。でなんかほら、通な人いるでしょ。なんかこの日本酒がうまいとかで、中杯がこの芋とか好きとかなんか名前とか有名なやつあるでしょ。正直言って酔えれば何でもいい。カシスソーダください。俺の話酔えよ。ゴリリンいいパパになりそう。よく言われます。兄弟多いんですよ。僕含め6人兄弟。一夫多妻制？違う。違う。うちの親父がすごいチャラいやつみたいな。ねえ、チャラいやつ。また愛おしいってきたらありがとうございます。6人兄弟っていいな、本当に。ありがとうございます。俺一人っ子なんだから。なんだよね。あ、そうなの。意外。だからすんごいわがまま。何？100年の孤独って飲んだことある？飲みづらいわ。100年の孤独って名前の酒飲みづらい。いやでも一番ね、面白い名前のカクテル飲んだのが天国への階段。なんかすごい名前だね。やばい。あの99度のお酒のスプリタスに、砂糖をぶっ込んでレモンでやって混ぜて飲むんだけど、もうぶっ飛ぶね。あれはもう完全に罰ゲームだよね、うん、スプリタス飲む時点でもう罰ゲーム。いやでもそれ知らなかったね、天国への階段っていうから。しかもこれあれだね、韓流のドラマであったよね、天国への階段って。ありましたよね。あと韓流わかんない。わかんない。しかも今韓流のこと韓流って言ってる。ほらほら、あったあった あ, あったあったあった。ごめんね、俺も今あのびっくりしすぎて韓流のこと韓流って呼んじゃったね。うん、普通に言っちゃった。ごめんごめん。やばいな。とりあえずこの番組で、ね、1時間なんだよね。そうなんですね。意外と1時間。ビーナスグループフォートと同じから俺30分でよかったんだけどね。いや1時間の方がいい。1時間の方がいい。30分短すぎた。1時間の方がいい。やばい。ほらパピコのせいでめっちゃお腹痛くなってきたよ俺。トイレ行く時間あるよ。トイレ行く時間あるよ。本当に全然居酒屋さんの。いやでもさ、でも言うじゃん、これで俺外れるじゃん、お腹痛いわーやってんじゃん、うん、絶対うんこ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 ってコメントになりそうだからやめとこ。ねえ、長ければ長いほど、どんだけうんこ出してんのみたいな。そう、どんだけうんこ出してんのってなっちゃうからね。担当に天国への階段作ってあげてあげようだって。すごいね。俺のアイスウォーターみんな見たいのかな、これどなんやろ。アイスアイスウォーターみんな見たいですか。アイスウォーター見たいでしょ。アイス、アイスつながりでね。アイスうんこになるね。抜けたらあだ名うんこになる。絶対じゃあ抜けない。絶対抜けない。ふんとかでもいいよ。わかりやすく。ふん。それふうだね。それうちの店にいるね。いるね。いるね。OPP で。見たいよ。見たい見たい。そうでもない。そうでもないって聞いてな。なんか PP だ。そうでもない。う。見たい見たい。まあね、アイスウォーター。流しちゃってください。いいっすよ。もう今見せるよ。すぐ見せるから。景粉。チャレンジ回ってきました。まあね、これ聞こえてる？みんなは被ってるみたいだけど、俺は1万円きちんと払って終わりにしたいと思います。1万円入れます。1万円盗まれないようにお願いします。あざす。ありがとうございます。あと、次指名でしょ。指名、うん、やばいな。じゃあ、指名を始めたいと思います。まあね、アイスでもう心が冷えてるんで、体もね。まず1人目、スキャンダル、ユッサ店長、 OK ですか？2人目、アンスレス、アマレマキ代表、もう来ちゃえよ。来た！やばっ！いった！2人目、アンソレス、アマネマキ
ゃ飛ばします。スーパージョッキー愛様痛いなお前愛様そうだチャレンジ回ってきます。すぐ切れちゃったんだけど、すぐ切れちゃった。こんな感じですね、うん、水はちなみに本当に何だろう、こんぐらいのあのよくある、うん、なんかほらお店とかに置いてるでっかいちょっとね、どんぐらいだろうな、多分ね、高さで言ったら本当これぐらいね、これぐらいのの本当番組ではちょっと見づらいよね、大体本当これぐらいの幅を3つでも氷満パン満パン、もう手突っ込むと手がもうやばくなる、感覚なくなるぐらい冷たいみたいあれやばいな、うん、でちなみに撮影したのは僕です。はい、アイスを買ってくれたのも家族です。僕です。なぜかアイスを食ってる。で、あれ完全に本当に募金したんです。完全に募金しましたね。1万円本当に募金、はい、1万円募金。いや、なんだかんだアイスウォーター終わったら取りに帰ろうかなとか思ったんだけど、もう楽しすぎて会になりすぎて、もうそこ帰ったよ。そうそう、なんか昔から流行ってるみたいだけどね、なんかね、最近、最近ポストも増えてるね。わかんないけど、いや、ポスト、いや、でもね、なんかね、その2階からバシャーとかやってたりとかする人もいるみたい、中にはやっぱり。すごい、みんなやっぱギャグ性を求めるらしいからね。いや、すごいね。募金返せはダメだろう、うん、大丈夫、返せなんて言ってない。いやいやいや、本当に募金しちゃった。ちゃんと日本人なので東日本大震災の方に募金させていただきました。こ、うん、ちらの方も見るかな。歌舞伎放送で一番の水を見ようと思う。でしょ、うん、何かしらで一番取らなきゃ気が済まない性格でしたね。なんか大体なんか YouTube でも検索すると出てくるんだけど、大体なんかバケツ 1,2 杯分とかなんかちょっと面白くやってるぐらいみたいなね、じゃなくてもうすごい量だったの、運ぶのが大変だったっていう。そう、しかも完全なる私服でやるっていうね。そう、うん、普通にあれ高いやつ着てるからね。無限に水とか。無限ではない。なんか着替えたらなんかもう今から水かぶりますよオーラが半端ないから、もうだからもういっそのこと私服で水かぶらない手みたいな作り出したかった。そうねえ、次ね来るのはあなたたちです。うん、なんで今脅し入ったの。もしかしたら来るかもしんない。あ、ちなみにそれで一番最初に指名したうちの湯沢店長、アイスウォーターなんとやりました。しかも、まあ、動画ね、僕撮れてないんですけど、多分誰かしら従業員撮ってるんですよ。あ、俺撮ってるよ。撮ってる、うん、見せ、だから見せ、まあ、次の回でね、見せようかな、うんうん、場所も場所で結構、これ大丈夫の場所、店長に確認しようか。映ってない、あれ店長に、あ、そうだね、そうそう、あ、そっか、そうそうそう、ちょっとどうだろうな、それなんかね、む、うん、映ってるかもしれない。いろいろと待って待って待って、水の量はすごい、うん、の割にナンバー2。ね、いったれ、ごめんなさい、負けました。やかましいわけないんだ。いや、そこはね、認める、うん、でもほら、やっぱホストやってる限りはね、もう家族もそうだけど、みんなほらナンバーワンがいいに決まってるし、ナンバーワンしか狙ってないから、うん、でも一番嬉しいのはあなただけのオンリー。あ、うん、あなただけのセリフで止まった。今日飲み直しどっちかもらったらアイスボタンやってだって。いいっすよ、飲み直しある、うちの店で。僕ですか、うん、ないな。俺ね、歌舞伎来てからも今まで3年ホストやってても飲み直し1回もない。飲み直しは、うん、まあ今の店ではないですね。今日例えばじゃあ初回来て、じゃあ今日普通にね、外出ないでそのまま飲み、なんか指名しますってのは一回もない。一回外出てもう一回戻ってきたことは何回かある。ああ、俺本当に飲み直しないな。一、うん、回もない、一回もない。飲み直しっていうのは、初回で例えば2000円に、うちの店2時間2000円なんですけど、そうそう、2000円、2時間2000円で入って、うん、大体1人まあ10分ぐらいつくんですよ、うんうん、で10分ついた後に、送りどうなさいますかって言って、
まあ送る人を選ぶんだけど、そこでよかったらってプラス1万円で飲み直し、指名で、その人指名で飲めますよって、しかも1時間飲み放題ですけど、その人指名で飲めますけどいかがですかっていうの、そうそうそう、でそのままもう指名になるみたいな、そうそうそう、それが1回もないな。安いんですよ、意外と安いの、僕今まで働いた店で一番安いんじゃないかな、飲み直し、うん、ホストクラブでね、メンキャバ経験はないんで、そう、僕はメンキャバ経験が全くないので、あなただけのってセリフで止まった、あなただけのなんて言おうとした、あ、だから俺が言ったのよ、なんてなんかナンバーワン、でもナンバーワンになるよりもって、うん、なりたいのはやっぱりあなただけのオンリーワンつって、これ完全に回線グイグイだ、回線の方にグイグイだ、でも2回目やったらそんなに面白くないね、多分、そうそうそう、飲み直しいくら1番をオンリーワンで塩間、塩間いいところで回線に切られた、オンリーワンで塩間、オンリーワンが聞こえるから逆に聞こえない方が面白かったかもしれない、ね、オンリーワンでしょう、うん、でしょうを何かやるとしたらね、ね、一番いいとこで切れたよね、空気入れたけど空気読めてるよね、回線の方も、うん、空気読めてるね、回線にちょっと、うん、座布団1枚、あとあれかな、あの店員さんかな、後ろにいる俺らの後ろにいる店員さんかな、多分ね、これこれ、あ、店員さんいる、店員さんいた、びっくりした今、ね、店員さんが多分、まあ空気読めたよね、結構店員さんが今裏でなんかハッカーやってるから今そのニコ生の人と戦ってるからハッカーやってるからね、こうやってちょっとショッツさん似てないちょっとショッツさん似てない、いや似てない全然見えない、これドレッドヘアかなアフロっぽくも見える、アフロっぽくも見える、タイミングでいく、アンジーもうあと10分ぐらいか、初回行きたい、ありがとう、初回来て、ごめんね、俺がナンバーワンだミイラだからって誰のこと言うとるジャパンあります、うちはジャパンあります、ジャパンあります、今日月のフルボトルはないよ、ハーフはあるけど、まあよくどこの店も大体フルボトルそんなないよ、今日月後ろはいいでしょう、ミイラより、絵なのかな、これ写真にしか見えないんだけど、絵かな、どっかから持ってきた感じ、うん、今度背景うちの店にする、次、うん、背景うちの店、背景うちの店、あい、内装は見れるよ、背景って変えられるの、うちの店に、多分変えるの、これ背景変えれますよね、デジカメで撮ったやつ、普通の携帯の写メでもいいんです、マジっすか、一回だけさ、ギアにしたい、え、ドンって、うん、自分の指輪、一回だけ、違う、一回だけさ、もう本当にギアにしたい、あ、ギアいっぱいにしたい、うん、チカチカするわ、シルバーばっかりめっちゃチカチカする、一回だけギアにしたいな、K が痩せるか、ゴリリンが白くなるか、どっちが早いか、あの、俺が白くなったらマイケル・ジャクソンと変わんない、ブーンって変わらないねえ、指名したらどんな楽しいことがありますか、おー楽しいことしかないからな、どんな楽しいことって言われてもな、もうだから結局は喋ってる今この内容を見てる限りだとこんな感じ変わんないかな、あんまり、背景、Kさんお元気ですか僕は元気ですあなたはお元気ですか居中お見舞い申し上げます、なんかあれだね、拾ってみた、うん、なんかあれだよね、完全に国語の授業みたいな感じの定年とかの、背景、計算とカズトさんにしないの、背景にしなくてもいるからね、ここに、ね、わざわざそこで背景までしちゃったらさ、写真先がバレちゃうからね、ダメ、あのね、うん、新しい写真結構ね、顎出てんのよ、俺が入店したらナンバーワンになるよ、ミイラより、いや、阻止するね、うん、うん、ベーッベーッ阻止するね、名倉に似てる、おいっつってね、名倉に似てる、よく言われます、ミイラでも入店できる、ミイラより、ミイラ誰、ミイラが誰、いやいや、どうだろう、ミイラ、ミイラ、いや、あのね、面接、写真、うん、あ、ミイラ、面接来てみればいいんじゃないかな、写真詐欺すると逆に指名入りにくくなんない、あのね、逆にですけど、なんかこの前ね、初回の方にこの人つけてって、僕もついてるんです、この人つけてって言ったのが、その新しい写真だったんだけど、でも喋ってたら結構ね、それよりもどっちかで、ああこういう人なんだって分かってくれるから、写真は別にいいんだ、詐欺でも、あとは喋ってどうにかするんだよ、そう、ジュージさんが阻止するね、俺も阻止するわ、きちんと俺も阻止するわ、そうそう、 K があんなことやこんなことしてくれます、なんかその意味はよう分からんけど、あんなことやこんなことはしますけど、うんうん、その意味とは違う意味かもしれないよ、でもあんなことやこんなことをしますよ、倍返し
やられてないけど。あ、そうだ。むしろ指名してもらって倍返しだってなったらさ、相手キャバの子やったら俺大変なことだよ。大変な。うじけん玉10万から出してます。嘘でしょ。けん玉10万。飾りけん玉。飾りけん玉。原宿でめっちゃ流行ってんすよ。あーそう、原宿ストリートけん玉って言って、これで首からかけて、かけて、ね、ですれ違ったらバトルです、けん玉バトル、ウェイウェイウェイみたいな。知ってる？それ結構ガチガチらしい。ガチ。ジップかなんかでやってたんだよね。そう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 、ジップでやってたんですよ。朝早起きなんで、ごめんなさい。今日もあの今日これ番組ね、新番組やるって言ったら早く寝すぎて朝9時に起きた。ポケモンみたい。ゴリリンの7回の倍返しは体力が無理です。マングリ返した。もうね、あの僕タイミングで CM だって、年も年だからそんな7回ポケモンみたいだから、ポケモンのモノマネしてから行こうか。すっげー、それすっげー。何なんもゼミどうぞ。始まってた。そう。ガメ。ガメ。ゼニガメ。ゼニガメなんだけど。ゼニガメ。誰？加藤浩次ないでしょ。ねえ。俺加藤浩次ないでしょ。加藤浩次の真似したんだけど今。あんま似てないよね。モノマネ多分あんま得意じゃない俺。モノマネ俺結構できるよね。できるできる。え、ポケモンだと何だろう、昔だったらアーボックとかできたな。え、シャーボックみたいな。シャーボック。あんま似てないな。やばいな。ドゴーズみたいな。ボボボゴドゴーズ。あんま似てないな。やばいな、ポケモンってできないよね。昔、なんか小学生の頃とかだとなんかトゲピーの声とか出たけど。だってさ、ほら、声変わりする前だと、俺がポケモンやった時って、レッドが出たと。あーなんすそう、こんな感じ。ね、全然タモリ関係ないゴリリンね、28なんですよ、私。昭和61年です。タモリのモノマネやって。だから小学校4年生の時に、ポケモンのレッドと緑。え、緑か。緑で。レッドと緑で。赤と緑が出る。あで、その後に、赤、緑、青ね。そう、で、その後に、限定で、応募して限定で、ブルーが発売して、その後、波乗りピカチュウっていう順番で。あそう。なるほどね。タマゴッチとか多分小学校1年生2年生くらいですよ僕、うん、タモリのモノマネやって今日来てくれるかな。いいとも、まあ、出勤すんだけどね、うん、いいともと言ってるけど、え、にな、芸能人のモノマネしてポケモンとかわかんない。なんか時代が時代なのかな、今の俺ポケモン知らないもんね。そうだね、ディズニーとかだったら全然できるけどね。デジモンアドベンチャーは最初の時ですよ。そう、28です。アグモン進化、アグモン進化、そうそうそう、こんな感じ。ウォーグレイモンとかね、究極体でしょ。 K はいつ見た目に年が追いつくの。5世代ですか。ありがとうございます。 K って何歳だろう。俺ね、22ですね。はい、22です。うん、そうね、見た目とかは26ぐらいに見られて、すごいなんか複雑な話とかすると34、5とかに見られるから。え、ちなみに何歳だと思ったみんな。27くらいかと。ゴリリンと同じぐらいに見える。うわ、じゃあね、中身が多分本当におっさんやね。そうなんすよ。ちなみにこの一番うちの店でプレイヤーで一番年取ってんの僕っすね、多分。あ、中に教えてくれない人もいるんですけど、多分絶対僕のが一番上だなと思ってるんで。28、26、25、27、28とか。い
いやでも嬉しいのが去年あたり去年あたりなんだろうな、俺パチンコ店に入ったら年賀されたからいやタバコ買えないな、ないないないぜ、タバコマジ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 、ジャージで行ったら、うん、いやタバコ買えないなら分かるけど、うん、パチンコできないのって18歳未満じゃん、俺17歳ですかみたいな。おお、いいな。うれしさを通り越して屈辱だったよ、うん、ね、いいじゃん、なんか俺だって中学校の時はお父さんのタバコとか買いに行ったことありますよ、全然制服姿で買えたっていう。だその時代はそうやん。どの時代もうだから法律上俺が中学2年か3年の時にすげえ厳しくなったコンビニがあ、うん、なんか確認するようになったよ、ね、そう今ボタン押さないとみたいなね、はいのボタン押してもらっていいですかって言って、それ無視してたら店員さんが押してくれるってね、あんま意味ないっていう。ああ確かに歌舞伎町多いよね、店員さん店員さんが勝手に押すってタバコピーってやったらすぐ店員さんがこう画面タッチで一人でしてるみたいな、よくあるやつ。めっちゃ分かりやすいよ、多分時間削減されたんだろうね。あと3分うん早いね、やっぱ1時間早いでしょ、意外と1時間意外に早いね、意外と早い、うん、すげえ早い。だからこれ30分だったら一瞬で、ね、一瞬流れ星みたいな。あ、確かに30分一瞬やわ。いや、この辺り面白いね、ありがとう。えいえいえい、意外になんか1ヶ月に1回はフリートークでもいいね。あとフリートーク混じりの企画とか、まあ、基本的にはでも考えて1時間がっつりこう喋ったことそんなないよ、ね、ないね。でも2時間がっつり変な話をしたことはあったけど、ね、いっぱいあるやろだから酒混じりのなんか居酒屋とかで2人ですげえ喋ることあるけど、こうね、シラフであんまこんな喋ったことないの。ないね。ゴリリン指名で24に行くね。お指名日前の日、ありがとうございます。ゴリリン指名で24に行くね。あとで LINE して、あとで LINE して。もともと2人はなんか夜中いいよ。うん、ゴリリン指名で24日行くってことは俺指名で何日に来てくれるかだよ。あと残り1分だからそれ待ってて、はい30秒前です。30秒前です。誰かしら早い、俺指名でいつくれ俺指名でいつくれ、トン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 みたいなね。あれいいね、なんかそういう、なんか企画、その企画聞きたかったけど、なんもない、みんなフリートークの方がいいんだ。待って、俺ちょっといじられてる今、なんもない、ケイガキだもんさっきから大人っぽい、落ち着いてるねって言っときながらケイガキだもんね、最後言われたわ、ガキ使うみたいな。あ、明日だって、明日来てくれるって、ありがとう、明日待ってる、待ってます。4、ありがとうね、また来週、また来週見ろよ、元気で、バイバイ。この番組はドランのスポンサーの提供でお送りしました。